本番やってないっていうのが一番大きいですけどね。うん、だから稽古場の思い出がすしかないから、まあ、そういう経験はまだしたことなかったんで、ね、不思議な感じですけど、もうでもこれワンシチュエーションの中のセット組んであって、で僕がマンションに行ってっていう設定だったんで、ほぼ僕マンションの中にずっといたんですよね、稽古場で。だからほとんど要さんと江本君を見てたって感覚かな。最初のオープニングが大人計画以外の人がやってるっていうのが「7人の恋人」っていうので尾身さんと田辺さんが最初にずっとやってるっていうのをすごい覚えてて、あ、その感じを思い出したっていうか、2人で始まるっていうのはなんかそれがなんか新鮮なんですよね。僕大人計画じゃない人が工藤さんのセリフをずっと言ってる感じが。でこの間のその要さんとタスク君もすごいセリフもずっと入ってるしすごいなって思ってる印象がすごいあります。うん、シーンはやっぱ見てるからどうしてもその要さんとタスク君のシーンになっちゃうんですけど、ね、あそこのコントそこから始まるじゃないですか。それはすっごく覚えてるし、死ぬ死なないっていうところもすごい覚えてるし、あとは宮崎智さんが鍵を閉めるか閉めないかっていうドアなんですけど、窓行ったり来たりするんですけど、鍵を閉めるか閉めないかっていうのとカーテンを閉めるか閉めないかっていうのをすごく悩んでたのを覚えてますね。あと相当なんか自分でっていうか自分で自分の髪の毛を抜いてたなっていう、宮崎智さんが今回はもうしてくれるのかなっていう、まあね、徐々にまあ2年経ってるからあれからどうだもっと薄くなってるのか知らないけど、また抜いてくれるかなっていう、すごく面白いシーンだったんで、はい、まあお客さんの前でまだやったことないんでどういう反応になるのかなっていうのでまた変わっちゃうかもしれないですけど、お客さんが入ってなかったから良かったところもあるかもしれないからそこら辺がどうなのかなっていう感じがしますね。笑いが返ってくるとまたちょっと芝居変わっちゃったりするかもしれないし、そこがこうどういう反応が返ってくるのかなっていうのはすごい楽しみですけど、あと宮崎さんとまたやれるのがちょっと楽しみですね。今回ね、だからその大河君と健人君になるじゃないですか。そのずっと待ってる図がそれはもうすごく面白そうだなと思いますけどね。ちょっとどういうふうに変わっていくのかなっていうの、2人になってまたちょっと工藤さん書き換えたりするのかなとかいうのもあるし、でもやっぱり珍しいですよね、シチュエーションが牧場ですからね。それをなんか本田劇場で作ってる感じが、まあ、珍しいなと思いましたし、そんなに長い芝居じゃないっていうのを工藤さん書いてきたっていうのはすごく印象的だったので、それは面白いなと思います。でまだね劇場で見た人は一人もいないんで、お客さんでそれはすごく楽しめるとこじゃないかなと思います。阿部サダヲです。もう我慢できない、2023年のバージョンで、客席にお客さんが入って、ご覧いただけるようになりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。